ちは、学生スタッフのりちゃこです。今回は札幌の美味しいグルメの一つ、スープカレー屋さんの美味しいお店をインタビューしていきたいと思います。札幌でおすすめのスープカレー屋さんを教えてください。ラマイというあのスープカレー屋がとてもおすすめです。そのスープカレーの野菜がいっぱい入ってる、そのスープカレーがとてもおすすめです。私は普通に王道のスープカレーっていう定番メニューが好きです。あの大盛りとかすごい量が多くて、そう食べ盛りとかいっぱい食べたい人もおすすめだし、そう辛いさ調整ができて、もともと定番でももともといろいろ入ってるんですけど、シンプルにそのスープカレーの味を楽しみたいので定番が好きです。ラマイです。どのメニューがおすすめですか？金玉アニです。ボリューム満点です。コックのアナグラです。スパイシーカレーで100番まで辛さがあるんですけど、辛ければ辛いほどあのスパイスが効いてて痛くない辛さで、すごい美味しかったです。キングです。おすすめのメニューを教えてください。チキン野菜カリーです。11種類の野菜が入っているからです。キングっていうところが僕のおすすめです。シーフードカレーが僕は個人的には一番好きで、北海道ならではの海鮮の良さが引き出て、カレーも大好きなので、それがめちゃくちゃマッチして美味しいかなと思います。僕のおすすめはスープカレーサムライってお店ですね。豚バラが入ってるカレーがめちゃくちゃおすすめです。とにかく豚バラがふわふわなんですよ。もうほっぺ落ちるってこのことだなみたいな、それくらい美味しいのでおすすめです。ここトッピングがすごい種類があって、あーはいはいはい、トッピング美味しかったのが角煮とチーズと、あと揚げブロッコリーっていうのがあって、それが美味しかったです。こちらが第1位のお店、キングになります。それではスープからいただきたいと思います。めっちゃスパイシーで美味しいです。美味しい。うまっ。本日は第1位に選ばれたキングさんで、こちらのポーク角煮野菜カリーをいただきました。すごくボリューム満点で美味しかったです。ということで、今日は札幌の地元の人が選ぶスープカレーの美味しいお店を調査してきました。最後までご覧いただきありがとうございます。札幌に来てスープカレーが食べたいなって思った方、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。